州内のノーサンバーランド軍の位置。軍内のコール軍区の位置。コール軍区は、アメリカのペンシルベニア州ノーサンバーランド軍にある、軍区である。2000年現在の人口は1万628人。アメリカ国勢調査局によると、コール軍区の総面積は46.7平方キロメートル。そのうち68.6平方キロメートルが陸地で、 0.1平方キロメートルは水に覆われている。2000年の国勢調査によると、コール軍区の人口は1万628人であり、3732世帯2369家族が居住している。人口密度は1平方キロメートルあたり154.9人である、4233軒の家があり、 一平方キロメートルあたり61.7件の家が建っている。町の人種構成は89.44%が白人9.02%が黒人内市アフリカ系アメリカ人0.07%がアメリカ先住民0.26%がアジア人0.00%が太平洋諸島系0.61%がその他の人種であり、 0.59%は根結である。人口の2.10%はラテン系である。全世帯の23.5%には18歳未満の子供が同居しており、48.4%は夫婦で一緒に生活している。10.5%は夫のいない女性が世帯主であり、36.5%は独身である。 全世帯の33.1%は一人暮らしであり 19. 3、19.3%が65歳以上である。平均世帯人数は2.26人、平均家族人数は2.84人である。コール軍区の人口は 17.、17.5%が18歳、未満、18歳以上24歳以下が8.6%、25歳以上44歳以下が31.0%、 45歳以上64歳以下が21.8%、65歳以上が21.1%で、ある。年齢の中央値は40歳である。女性100人に対して男性は127.9人であり、18歳以上の100人の女性に対して男性は128.1人である。町の一世帯あたりの平均収入は26,547ドルで、あり。 一家族あたりの平均収入は34,339ドルである。男性の平均収入が25,638ドルに対し、女性の平均収入は19,387ドルである。一人あたりの収入は15,329ドルである。人口の11.9%が極貧層である。十八歳以下の住民のセント。 65歳以上の住民の11.6%は貧しい生活を送っている。ありがとうございます。